今回紹介するのは「夫のチンポが入らない」という本です知り合いがこの本を教えてくれてあまりにあまりな表題に最初は苦笑いでした体か心の問題で障害を持った方がそれを明るく笑い飛ばし生きる話かと思いました全くシリアスで笑いの入る隙間など全くない厳しい心の物語でした 最後まで正直この内容がフィクションだったらと心から思いました幼少学生からの生い立ちから恋愛結婚生活仕事経歴まであまりにこれでもかというくらいのなんと言うんでしょう言葉がよく見つからないくらいの壮絶誠絶ないきざまですあまりに内容を詰め込みすぎじゃないかと思うくらいです とといいううかそうでも思わないと切な切さすぎる。恋人時代からまともに成功できない恋人と結婚男として旦那さんの決断には敬意を表します教師として学級崩壊を経験心を病むほどの子供たちとの向き合いそして精神の堕落夫とはできないでも息きずりの男とはできる表題の夫の陳歩が入らない これは成功ができないということではないということに作者様もショックを受けましたが読んでるこちらもショックでした。そして30代での平景。 旦那さんも教師でパニック症候群を患らいながらの教員生活そんな中でも夫婦はそれぞれもがきあがきながらもちゃんとお互いを見て生きていくでもつらい最後の2行はまるでナイフ普通が普通にできない人がいることに気づけない人と普通に生きれる人々に突きつけられた鋭利なナイフです どっかに救いはないかと思ったのですが作者様の定款そのものが救いなのでしょうか正直健常なものがこのご夫婦の生き様を壮絶と思う不憫に思うことすらこちらの傲慢に思える読後感はあまりに重くそのような気持ちにさせられた次第です以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。